えっと現役の学生の皆さん、一言ずつ今日の感想、もしくはもう一回夢でもいいし、一言ずつ、はい今日の皆さんの話を聞いて、いろいろ私の知らないこととかを学べて、これから学校生活にも生かしていっていきたいと思っています。 私が農業高校生なんですけど将来の目標みたいなのがどうしても観光が入ってくるから来て大丈夫かなとか思ってたんですけどさっき質問した中でもつながりも感じれたし人間力が本当に大事だなって改めて思えたので大学でもそれを胸に頑張っていきたいなと思いました。ありがとうございいましたはいはい えっとえっと、農業女子の方のプレゼンとかを聞いて、えっと、結構、商品化とかあのされてたり、えっとなんかあまあ、私、パン職人になりたいんですけどあの山下さんは実際にパン作ってらっしゃりし,してて私、将来はそのさっきも言ったんですけどあの地域の食材を使ったパンを使っパン作ってそれを商品化して、えっと、人気になることが夢なんですけど。うん それの実現に向けて、えっと、今日皆さんの、なんか、人間性とか、そういう意見を聞いて。それを、あの、あの、それを。頭の中に入れて、えっと、将来は絶対に商品化してみ。して、え、商品化してみたいと思います。はい。はい、えー、今日は、同じ。農業女子という点で、現場に、実際に。 現場で働いて活躍されている人たちのいろんなお話を聞けてすごく勉強になったしまた私自身今後ちょっと将来の将来酪農していったりしていく上で不安なこともあったんですけどこうやって農業女子として活躍されている方のアドバイスや勉強あ違うアドバイスや知識などを教えていただいて本当に心強かったですしもっと今後 頑張っていこうというふうに思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。森本先生、いかがでしたか。えっと、今日はいろんな意見が来て、あの、本当に。私自身も、こう、勉強になった部分が多いんですけど。まあ、あの、今、ここの会場にいる農業高校生の皆さんもそうなんですが。あの、農業高校って、本当に皆さんが躍動できる。ね、まさに、今日のテーマのように、躍動できる場所だと思いますので。あの、ぜひ、一つでも、二つでも、テーマを持って。えー、学校生活、楽しんでいただけたらなと思います。はい、岡部さん。 <laughs> はい、あそうですね。今の話にありましたとおり、あの高校やっぱ農業高校の素晴らしさっていうのが、あの地域の方たちと一緒に、もう本当に具体的なリアルな体験ができるということだと思います。これ、やっぱり普通科と全然違うところですよね。で、あのここであの何でも構わないから、小さくてもいいので、あの火をつけていただいてでこれが。 多分こう高校卒業して大学に行くで就職をするもしかしたらそのついた日って簡単に溝をさすようなことがあるかもしれないけれども私は一体何でこの日がついたのかなっていうことをいつもいつもユミさんがおっしゃってるう原点に立ち戻るようなそういったフレーズを必自分の中に持っていきながらまた本当に愛媛の中で。 躍進していただきたいなと愛媛の中でというより愛媛を世界にこう発信するようなねそんな気概で広いところを見ながらここここここからまた発信していただきたいなっていうことをあの思いますありがとうございます、はい、今日とても元気いただきましたありがとうございますはいじゃあ久保さんお願いしますはいえーと実はですね私もあの実家は楽農をやっていましてそうです、ね えなんですけどやっぱりあの私も牛が大好きで将来牛を飼いたいなって思ったんですけどいろいろ経営的なことを考えたら断念した一人なんですであの今日皆さんの話を聞いてですねすねごい夢に向かってキラキラ輝いて,ている姿を本当に応援したいなと思いましたし今のこう農業高校がとては食品製造にしても畜産にしてもとても実践的な内容をやっているということが分かりましてもう一度私人生やり直せるのであれば農業,高校 <laughs> 農業高校に入りたいなと思った くらいですねあの農業高校って素晴らしいこう勉強をされてるんだなっていうことが分かりましたそしてあの国でやってる農業女子プロジェクトもですねあの3分の1は新規就農3分の1はお嫁さん3分の1はあの実家の跡取り娘っていうような感じなんですけどもあのやはりですね脳外から農業に入ってくるっていう方が多いんですけど皆さんもすごいスタートが早いもうねあの高校の時代から実践的なことをあの学ばれているのでもうこれから将来が本当に楽しみだなと思いますし今日はこの先輩 の農家さんとのその意見交換を通じてよりこう具体的なイメージが湧いたんじゃないかなと思ってこあの今日のフォーラムは素晴らしいフォーラムだったんじゃないかなと思います。伊勢谷さありがとうございます。じゃあ松島さん。はいえっとこれまでっていうのは本当にあの大規模生産の農業が一番正しいみたいな感じの時代からですね最近は本当個性の農業だと思うんですよねでまさしくこう 農業プラスアルファでいうと農業プラスアナウンサー業とか農業プラス観光業とか農業プラスパン屋さんとかですね農業を軸にしてプラスアルファすることによってすごい価値がまた生まれるでそれをちゃんと情報発信することによって経済的にも回っていくっていうようなことがあると思うのでぜひあの農業学校農業であの学校でいろんな農業的な基礎知識を持ってるっていうのはすごい強みなんでプラスアルファなんか一つこうもう一つ持つと絶対面白いさらに 自分らしい生き方ができるんじゃないかなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ片岡先生、えっとパネルディスカッションまとめて、えー、総括としてお願いいたします。総括としてはありがとうございますしかないんですけども、<laughs> 安心しましたっていうしかないですけども、あの皆さんのお話を伺って結局あの農業自身が多様な人のあり方を肯定しているということだと思うんですね。今までの既存の形にはまった サラリーマンになって、私がそうですけど、サラリーマンって、お給料をもらって、何歳で結婚して、子供を作ってっていうようなストーリーではなくて。それぞれの場で、それぞれの大きさで、自分のやりたいことがやれるという。農業のポテンシャルを、今回のいろんな方々のお話を聞いて、つくづく感じました。で、一番最後に、農業の高校生の女性、女子学生の方から。何が必要ですかっていう質問があったときに、農業女子の方がどなたも。 どれとはおっしゃらなかったんですねで、正解がない世界だと思うんですで、特にあなたたち皆さんがこれから育っていかれる世界は私たちがこのおばさんたちが過ごしてきた時代とは変わります世界の情勢も変われば日本の情勢も変わりますから正解を先人に求めないであなたたちに皆さんに若い人に正解を見つけていっていただきたいなというふうに思いますし 今日の会を聞いていて大丈夫だろう、見つけていくだろうと思って心を強くしました。はい、ありがとうございました。